大将です。あ、よろしくお願いします。どうも。アイドットでイケメン担当します。入社式だったんですよ、はい、で入社式で日本全国から熱いメンバーがアイドット大阪のオープニングスタッフですね。これ全員大阪さん、これ大阪店1店舗でこのメンバーですね。はい、マジですか。はい、と7月とかに東京がオープンするんですけど、これの倍東京もいますんで精鋭部隊が頑張らなきゃですね。トンさん頑張ります。はい、あなたも結構しっかりやらないとまかないね。僕が一番最初に実はトンを誘ってるんですよ。あ、そうなんですか。ああ、なんかよく正直僕と一斉はまあ数字的には僕1800万やらせていただいて、一斉君が2000万やってるんで、はい、でマンツーマンサロンみたいのでやってるんで、はい、その数字的に外から見ると、はい、僕とか一斉がね引き抜かれたみたいになるんですけど、逆です。なるほど。僕と一斉の方からぜひトンやってくれと、そうだったんですね、いう話です。うわー、知らんかった。すごい僕の好きな話があるんですよ。はい、これ、はい、僕は例えば、はい、サッカーで言うならばフォワードだと、はい、セントリア、もうゴール前にしかいないよっていうゴールだとするならば、はい、トンちゃん俺は何になるって言ったと思うんですよ。そのサッカーで言う、サッカーで言うんですか。でもフォワードなキャラですよね。うわー、それこそそれがやっぱ世間からの見え方なんですよ。いや、そうですよね、うん、でももう全然違うんですよ。はい、もう何人になるって言われたんでしょうか。僕はね、サッカー場のフィールドです。すげー。土ですね。土。そうなんですよ。フォワードでもなく、はい、ミッドフィールダーでもなく、ディフェンダーでもなく、監督でもないと。うん、僕はみんながサッカーを楽しめる場所を作るフィールドでいいんだと。フィールドがなきゃサッカーもともとできないよねっていう風に言う人なんですよ。すごいっすね。いい環境の土作れればいいですけどね。はぁ、そんなキャラやったっけな。エアキャンプ入ります。エアキャンプ入りますよ。エアさんが撮ってるんですか。うわぁ、いいね。まずいぞこれはね。これはちょっとでも感覚、どっち感覚と、もう体が動いてる感じですか。そうですね。出た出た出た、危な、無意識、出た出た出た、ちゃんスタート危な、スタート。もう俺それ何回も絶対これさ、これさ通過した、耳切りそうになんない。危な、怖いよ。危ない、使えるこれ。危ない危ない危ない、ちょっと待って。あ、めっちゃ怖い。これね、後輩真似しないで。イメージとしては前下がりでいくんですか。イメージですか、前下がり。うん、いや、そうでもないですね。この辺結構前上がりに顔周りはつなげて、でさっき前下がりでこうレザー入れてるんで、はあはあ、中は前下がりですね。かわいい、めっちゃかわいいと思う。超かわいい。え、なんでだよね。めっちゃかわいい。すごい。でも俺の感覚とやっぱ違うわ。で、ここで前下がりと前上がりとかちょっとデザインはちょっと把握しておくんだけど、まあ普通ミニショートは前上がりなんで、ちょっとこっちから入れていくって感じね。の将来財産になる技術はブロース。
音楽がいいから。なるほどね。セニング量を多くしないっていうのはマジで逆の発想。やっぱ毛量取ろうと思ったらセニング量を高くしたんだみんな。そうするとやっぱ馴染まないんだよね。だからボンキュッポンで言うならばボンを出してないよってこと。だからみんなここにパーマとかかけたりポテ必要って言われるでしょ。違うから。ぺったんこにしてても出てるのほら。ここがくびれてるから。だからそのデザインをこうくびれさせればいいっていう。頭の骨格変わっちゃったりとかで、ちゃんと長さが残ってるからこの長さが可愛いっていう。このキュッっていう。めっちゃいい。めっちゃいいです。クソ可愛くない。このさ、どっから見ても可愛いでしょ。顔が似てる。よいしょ。めっちゃ学びです今日。これ今日やばい。今日はマジやばいよ。やばすぎる。美容師なのにここまで作り方が違うっていうのは確かに面白いよね。今日は何されてたんですか。税理士、弁護士、社労士。あ、なるほど。プロの人の意見聞いてしっかりと契約書巻いて、まあこれから土台をしっかり作って。ちゃんと会社としてね、成立できるようにってところまでをやらなきゃいけないからね。いや、大阪のどの辺でしたっけ。その堀江ですね。堀江すぐそこです。まあ、スタッフが伸びる環境としてはやっぱりまあまあ大きい箱が必要だなっていうところで。60坪ぐらいだっけ。ね、めっちゃ広いっすね。めっちゃ広いっすよ。20面21です。21面スタート。シャンプー台が8席やば。あ、もうここだって思ったんでしょうね。いや、それは本当に、うん、いや、多分それしかないと思う。そう、二人はもともと知り合いだったんで、セミナーかなんかで、セミナーで、岩さんのセミナー参加してみたいな感じですね。僕もセミナー参加しましたけどね、岩さんの。そうなんだよね、うん、なんか、僕当時、はい、そのストーリーでもう気まぐれでね、はい、先着1名様ご飯行きましょうってストーリーあげたんですよ。すごい。世に発信したんですよ、はい。でね、やっぱ女性の人が早く来てほしいじゃないですか。はい、普通はそうですよね。もうそう、わーって女性がこうわーって来てくれるのを俺も想像してやってみてワクワクしてたら、はい、一番最初に来たのがこの人だったんですよ。これはもうしょうがない、行くしかないと思って、はい、もう一番最初だったんで、もう差し入れ、あ、もう行こうっつって。へえ。行ったら、まあ、圧倒的にレベル高いですからね、その頃。そうそうそう。中が今からちょい売れてくみたいなガーデンで、はい、で誰も知られてないしみたいな、うん、はい、でもや僕はもう正直もうアフロートで結構売り上げも行かせてもらってた立場なので、はい、まあ変な意味でちょっと上から目線になるじゃないですか、そういう時って、だけど行ってみたら、はい、もう持ってるもう素質が違うんですよね。なるほど。もう話してる内容が、はい、僕が話してる内容の次元じゃない、はい、もっと上の上の話をしてて、はい、めちゃくちゃ興味持ったんですよ。3年前ですね、それね、うん、それが3年前ですかね。なんかこういう思考というか、はい、こういう発想を持ってる人ってあんま出会えないなっていう、僕もそう思わせてもらったのがきっかけで、はい、そっからですね、もう超興味持ったのは、うわーこれすごいなみたいな。本当は技術をお互いにもういいとこ教え合おうっていう、そんだけでしたね、最初は、うん、なんですけど、じゃあ用意スタートってなった途端に、あ、これインスタライブしませんって言ったんですよ。あ、なるほど。そんなインスタライブをそんな技術見せるなんていう、はい、その当時なかったんですよ。誰もいないです。そうですね。あそこの一番最初のインスタライブ2人でやって、その1週間後に僕が行って、そうですね、やったその瞬間にもしかしたらもう決まってたかもしれないですね、うん、この3人でやるの、まあ、はい、答え。でも、はい、次一斉さんやりましょうよって言ったら、本当にこれもまた1分とかそれぐらいスピードでやりますって、はい、自分がゲストですよ。大阪じゃないですか、はい、でもどこでやんのとかも全然聞かないですよ。東京でやるよって言ったら分かりました、すぐ来週行きますなんて、変な話自腹じゃないですか。そうですね、この時どうなのかなとか考えたりもするじゃないですか、うん、でもそんなのじゃないんですよ。自分が出る立場なのに自分が来てくれるっていう、はい、そのレスポンスとかなんかこう掴みに行くっていう感覚って、はい、なんかズーンってきたよね。
やっぱ本能型ですね。本能型の将軍。カットもそうだ。カットもそうだ。だいぶ本能型です。もう行くしかないでしょ。いや間違いない。この2人がと一緒にできるんやったら。ね。はい、営業終わってすぐ来て次の日も仕事なのにライブやって次の日すぐ帰ってきますからね。すごっ。人脈が半端ないんで美容師さんだけじゃなくて、うん、いろんな人とつながってくれるんでその人たちを僕らに合わせてくれるんですよ。どんどん会ってください会ってくださいって。だから僕らのそのこうやって収まるね、うん、ところを広げてくれるんですよね。これめちゃくちゃさ自分の枠だけに収まらないでさ、うん、いろんな人のところにレスポンス、うん、早く行くじゃん。異業種、いろんな異業種に、うん、あれは何だろう。めっちゃ面白いですよ話。シンプルですよ。やっぱり勉強になるってこと。昔ってガンガンね、下にやってたんですよね、うん、そしたらみんな社員も逃げるしモチベーションも下がるし、うん、売り上げ落ちちゃうんですよ、うん、営業時間、うん、もう何だろう十何時間でやってた飲食店よりも1日ちゃんと縮めてやった方が業績伸びたんですよ。そういうのも学びやし、そうです。まあ、僕も言えばさ一世はさ、うん、大阪から見てた東京をどう見ててくれたの当時は。確かに、うん、東京をですか、うん、かっこいいなって、うん、まあ岩さんのことずっと言ったね、うん、どうやったらあんなになれるかなって、うん、なるほど。でもそれを思わせてくれる人ですよね、うん、アイドットってこれすごいいい話なんですけどじゃあトンちゃんと一世とその僕でじゃあお店をやるってなった時にじゃあお店の名前何にしようかって言うじゃないですか、はい、なるじゃないですか、はい、でトンちゃんが何にするって聞いたんですよ、はい、僕らに。で僕らね2人ともね、うん、2つ返事でね、なんて言ったんですか。いやもうアイドットでしょ、うん、ね、アイドット以外ないでしょ。へえ、アイドットはもともとトンが持ってる会社ですからね。そうですよね。で僕ら超スーパースターだと知ってます出すってなったら、はい、本来外から見ても、はい、こっちのね感じのイメージじゃないですか。そうですね、新しい会社名ね、うんうん、だけど僕ら二人はもう何にも問答無用で、いやアイドット以外ないでしょ、うん、へえ、それが何があるの、うん、って言って2秒で決まってるんですよお店の名前。マジっすか。いや、やばいね二人だから、うん、何にもなかったよね、うん、もうアイドット以外全然何にもなかったです。もうそれ以外のお店の名前なんてこれこっちも頭にノリによぎってる。マジっすか。由来は何、ちょっとさ由来聞かせて。これマジ好きだから5億回ぐらい話しましたよねやっぱね、まだまだだったんですよ僕らね。多分視聴者さん、ヘアキャンプ見てる人ってやっぱ何千枚やりたいけどナンバーワンになりたいっていう人いっぱいいると思うんだけど、その先に行った人たちじゃないですか僕らって。売り上げバーンって、もっともっとやることあるなと思って考えたんですけど、まあなんかそれを考えつけるんですよね改めて。山の上に行くといろんなとこ見えるんで、あいっぱい山があるな、しかも下ってこうなってんだなって時に、あこういうアイデアが思いついた、こういうアイデアが思いついたっていうアイデアがいっぱい思い浮かんだんですよ。まあだからこういうのがもう点と線、これアイドットっていう小文字なんですよ。うわ、これもう点と線っていう、もうちっちゃいまだまだ僕らまだまだですよっていう意味で、これが大文字に変わると一本の太い柱なんですよ。愛っていう英語は、これで愛、アイドットのこの小文字の愛、うん、で、あのロゴを普通のその辺に置いてあるロゴじゃなくてこの丸、上の丸なんですけど、はい、これ点が実は普通の点じゃないんじゃないですか。そうですね、これね、丸 R ですね。R 指定ですね。R 指定 R になってるんですよ。ほんまや。ありがとうございます。これね、はい、ここですね。その常識にね、それも制限されたくないっていうので、R 指定が、もう愛の上に来てる。わー、シンボル。あれがシンボル。シンボルなんですよ。制限されないように、痛いし、相手にも、制限しないです。もうそういうことなんですよね。実はね、ただの愛っていう文字じゃなくて、もう一個ちっちゃく点ってついてるんですよ、うん、こちらすいません、段取り悪くてこれ点ってついてるんですよね。愛で終わるっていうんですけど、うん、この辺で愛で終わることやったらもう答えないから、自分が答えとしてもう愛で終わって気持ちよく死んでたらいいんですよ。
は。それで相手が終わるっていうね、相手が。かっこいいよ。めっちゃルックスこんななのね。言うてしまえば01が超得意だよね。そうですね。僕らは1、10が得意なんですよ、うん、1を10にしていくパワーはある。この0、1が生み出したものを僕らがこううわーってやっていくみたいな、それそういうなんか関係なのかなって今ふと思ったわ、うん、科学的にも愛ってね、いやアインシュタインってあの妹に死ぬ間際に送った手紙があって、ちょっとそれかっこいいね、新しい何それ何それ、そう、これ持って持ってんすよ、持ってんすよ。それがなんか科学的にいろいろ見た先に見えてきたのは結局愛ですねみたいなのを最後死ぬ間際に実の妹に送ってるらしいですよ。うわすごい。だからもう結局もうね、人間みんな争った先にはここしかないよっていうのを今言ってくれてたから、アインシュタインだと思って。多分画面絶対ダサいから。そうそう、俺王将ね、王将ね。じゃあ俺ね、ミヤンちゃんって今回取材来てもらうんで、俺見たのよ結構たくさん。めっちゃかっこよく映ってるやつ。流星とかめっちゃかっこいいのよ、みんな若いのに。多分俺らめっちゃダサいかもね。